今日は高藤光一社長、浜口炎ヘッドコーチや安倍智和キャプテンら6人が北日本新聞社を訪れました富山グラウジーズの高藤社長は2016年から専務を務め前銀の長森徹社長の退任に伴い先週の金曜日付で社長に就任しました高藤社長は感染症防止のため観客数を減らして試合を行う 安安全を確保しししファンに安心てて応援してもらいたいたと語りました、また浜口ヘッドコーチと阿部キャプテンは新チームで初めての試合となる今週末のプレシーズンゲームに向けて意気込みを語りましたまず練習でトライしたことをしっかり表現できるかどうかというところをあの選手と確認しながらあのプレーしたいと思います。 トライしつつチーム作りをしっかりやっていければいいと思いますし、まあ、本チャンはあの、えー、開幕戦だと思うのでそこにしっかり照準を合わせてやっていいいきたいなと思います富山クラウジーズのプレシーズンゲームは今週日曜日午後3時から長野県で行われます対戦相手は新州です。 そしてリーグ戦は来月3日に開幕。ホームでの初戦は来月10日土曜日午後6時5分から富山市総合体育館で行われます。対戦相手は北海道です。